キリュウユウは石川県出身のジャーナリスト、評論家。本名はマサジ。明治末から昭和初期にかけて、反権力、反軍的な言論を繰り広げ、特に、シナの毎日新聞出筆時代に書いた社説、関東防空大演習を主婦は、当時にあって、日本の都市防空の脆弱性を正確に指摘したことで知られる。金沢市にて、 貧しい旧家が藩士の三男として生まれる。旧制第四高等学校では小学校以来の同級生、徳田修正と親交を深め、1892年には小説家を志して、共に退学、上京するなどもあったが失敗し、帰京、1895年に改めて、東京放課大学政治学科に入学、穂住やつ一市聞き徳郎に学ぶ。 東京府の管理、保険会社、出版社、下付新聞の出筆などを転々とした後、1903年、大阪毎日新聞に学芸部員として入社するが、満足な執筆の場を与えられず、退社、1907年には、大阪朝日新聞に転籍して、大朝通信部詰めという立場で、東京朝日新聞社内で勤務、ベラン名と題した、特命時事批評が評判となる。 1910年には、品の毎日新聞の主筆に就任した。1912年、明治天皇の大宗寺に自殺した、野木マレスケ陸軍大将を、すぐさま批判した、社説、老衆ハロ論、野木将軍の巡視を表し、反響を呼ぶ。1914年には、シーメンス事件に関して、声優界を攻撃、品の毎日新聞社長、小坂順造は、 声優会所属の衆議院議員であったため対立、退社を余儀なくされる。同年には新愛知新聞の主筆として名古屋に赴任し、社説及びコラム、関係者で新米時代と変わらぬ反権力、反声優会的言説を繰り広げるも、新愛知はこれまた声優会系新聞であったことと、同志と県政会系、名古屋新聞との激しい販売競争に疲れたことも、 あり退社する。1924年には、第15回衆議院議員選挙に無所属で出馬するも、落選、落選後は自ら日刊新聞を発行するも1年、持たず、配管不採だけが残り浪人生活を数年送る。1928年に、当時の品の毎日新聞主筆風見明が衆議院議員選挙に出馬すべく退社した、ため、は同に主筆として、 復帰、再び反軍的な一連の射説を表す。最も悠々の、この時代の基本的な立場は、マルクシズム批判であり、これは、前任者飾りの下で先鋭さ経過した、シナの毎日の社内にも、昭和教皇で疲弊しつつあった長野県の読者層にも、好意的に受け止められてはいなかった。1933年8月11日、 東京市を中心とした関東一帯で8月9日に行われた第1回関東地方防空大演習を批判して悠々は社説、関東防空大演習を主婦を発表する。同文中で悠々は敵機の空襲があったならば木造家屋の多い、東京は消毒化すること、被害規模は関東大震災に及ぶであろうこと、 空襲は何度も繰り返されるであろうこと、10日完成は暗視装置や即位システム、無人航空機などの近代技術の前に意味がないばかりか、パニックを弱気し有害であること等、12年後の日本、各都市の惨状をかなり正確に予言した上で、だから敵機を関東の空に、帝都の空に迎え撃つということは、我が軍の敗北そのものである。要するに、航空船は、 空撃した者の,の価値であり、空撃された者の,の負であるとした。この言説は、陸軍の怒りを買い、長野県の在京軍人で構成された、新集合軍同士会が、品の毎日新聞の不買運動を展開したため、悠々は、同9月に再び、品の毎日の代謝を強いられた。だが論士は、水を漏らさぬ、防御方法を講じ、敵機をして、断じて、我が領土に入らしめてはならない。 空撃に先立って、これを撃退すること、これが防空戦の第一義でなくてはならない。と重ねて書いているように今日にも通ずる至極真っ当な、ものであった。以後の悠々はその死に至るまでの8年間を、愛知県東春日ガ郡森山町にて、名古屋読書会の主催者として過ごした。彼自身が紹介したいと考えた幼少翻訳思想の、省略を開始で反復するという仕組みであり、 UU の言論活動は、多山の石と題された会士の関東こと及び、コラム、関球者に限られることとなった。1926年に、生山閣からバートランド・ラッセルの、科学の未来と文明破壊の脅威を本名で出したほか、省略紹介には例えば、ハーバート・ジョージ・ウェルズ、ハロルド・ラスキ、ポール・バレリー、ポール・アインチヒなどが含まれ、悠々の読書範囲の広さをうかがわせる。 もっとも、これら翻訳も彼自身の執筆部分も、検閲の対象であったから、といった伏せ字や白紙化されたページが、多山の石を埋めることもしばしばであった。1941年9月10日、太平洋戦争海戦を3ヶ月後に控えて、気流悠優は、高等岩のため68歳で逝去その直前、四季を悟った悠々は、多山の石配管の挨拶を作成したが、 これもまた数年後の日本の敗戦に対する正確な予言となっていた。さて、小生、多山の石を発行して以来ここに八行年、超民族的、超国家的に、全人類の幸福を祈願して、古軍奮闘また悪戦苦闘を重ねつつ、今日に至る子が、時たまたま小生の個室陰講を語る非常に悪化し、流動物すら演化しのをあざるように愛せい。 やがてこの世を去らねばならぬ危機に到達、松室伊候ゆえ、小生はむしろ喜んでこの長築衝動に堕落しつつ、ある地球の表面より消え失せることを歓迎。松室伊候も、ただ小生が理想したる、戦後の一大軍縮を見ることなくして早くもこの世を去ることはいかにも残念至極に、餃子港。昭和16年9月日田山の石発行者、桐流マッサージ。ありがとうございます。